ビンドゥンドゥンがとっても羨ましいパンくんです。今日の創作は今行われているオリンピックにちなんだアクセサリー5つの輪のピアスです。こちらはブルーと白の5つの輪にブルーのビーズを1つずつ通してあるよ。こちらはピンクと白の5つの輪にピンクのビーズを真ん中に3つ、その両横に2つずつ通してあるよ。ビーズをつけずに3本の水引きで作ってもいい感じやね。用意するものは30センチのお好みの水引き2本か3本かける2。ビーズをつける場合は好きなだけのビーズ。ワイヤー、紐止め金具2個、丸カン2個、ピアス金具2個。あと三種の神器プラスラジオペンチもう1つです。よろしくお願いします。こんにちは。今日のアクセサリーはとっても簡単ですので、初心者の方にも楽しんで作っていただけますよ。早速始めましょう。30センチのお好みの水引きを2本かける2組用意します。それと今日はこのパールビーズを3個かける2組用意しています。水引き2本をしごきます。右側を短く持って上向きの輪を作ります。先は4センチぐらい残しておきます。2本の間隔を少し空けます。交差しているところを左手でしっかり持って この金色の水引きにパールを差し込みます。今作った輪の中に手前から差し入れて、この間から手前に水引きを引いてきます。繰り返します。3つ目を一番大きい輪にします。
だんだん長さが変わってきますので、切った方がやりやすいです。最後はビーズを通さずに小さめの輪を作ります。反対にして形を整えます。ワイヤーで留めます。ワイヤーを、5ミリぐらい、金具によっても変わりますが3ミリから5ミリぐらいで切ります。ワイヤーから5ミリぐらいのところで水引きを切り落とします。紐止め金具につけます。ですが、まっすぐにしておいてもいいですし、ちょっと曲線を出してあげても可愛いと思います。丸カンで、ピアス金具と作品をつなぎます。五輪ピアスできました。